はい皆さんこんにちは村長です今日は連続の3回目パート3ということでインスタコンポーザーの詳細なパラメーターについてお話をしたいと思いますセッティングの仕方や全体的な概要もしくは各トラックのパラメーターここらのところはパート1、パート2の動画がありますのでぜひそちらの方も見ていただくとよくわかると思います 村長ミュージックスタジオまず僕のセッティングを簡単に説明します一番上がエレピの音でメロディーを司っています2トラック目はベースに設定しています3はギターっぽいリフを設定しています4はパッド系で少し 高い音をやっています。5はちょっと低いところのストリングスでコードということで割り当てています。一つ一つ鳴らしながら追加していきますのでちょっと聴いてください。これにベースが入ります。 ターが入ります高いパッドが入ります。 とストリングスが少し小さいような気がしましたので割り当ててあるインストゥルメントによってはここでのベロシティがあまり効かないものもありますですからこのサンプルタンク3の方でもう少し上から1個目2個目3個目のストリングスを少し上げておきますはいこのソフトは画面下のオールをチェックして 5を押すと、すべてのトラックがこのように AI によってメロディーを変えていったりします。一回流しながら変えていきます。 とっても便利ですね。すごく作曲する時の至難に十分なりうるようなフレーズが生成されます。ベースはベースのようにメロディーはメロディーのようにということでここで割り当てた楽器の系統をちゃんと周到したようなフレーズが出来上がるようにとてもうまく開発されています。そこで画面下の方の番号を押すと今のように 全体が変わるんじゃなくって例えばメロディーだけを変えたい時にここで「GO」を押すとメロディーだけを変えることができますバッキングがもういいなと思った時はこのようにメロディーを変えていくことができますそして一つ面白い機能ですが、GO、の上にオルタタネートというボタンがあります。これをすると大きく変えるんじゃなくって今のバリエーションを作ってくれます見ててください 一番上のトラックです。あまり大きく変わらないですよね。わかりにくいので、ピアノロールに変えてやってみます。ピアノロールは、この上のボタンを押すとピアノロールに変わります。もう一度、オルタネートを押します。 はいこんな感じになるのがこのボタンですそしてその隣に「ランド・ベロシティ」というのがありますこれを押すとこのフレーズのまま「ベロシティ」だけを提案してくれます「ベロシティ」はここにありますはいそして一番下なんですけれどもこれが普通で言う「 4分の4とか表紙記号です今は4分の4になっていますから4という数字が出ています。ワルツをする時なんかは3に変更してください。次のところですが今度は1泊をいくつのノートに分けるかということです。DAW でいうグリッドに似ています。こここが今にになっていいいるということは16分音符といううは意味です次に 画面の下の方の下方パラメータを説明します一番初めにコードがベーシックとエキドチックというふうになっています。これは上から5つのトラックには効き目がなくコードを出す時に反映するパラメーターです。コードを変更するのはここで「ニューコードプログ」というボタンを押します。するとこのようにコードが変わるんですけれどもこれを このように右に振っておくと、コードがテンションのついたようなコードが多く出てきます。これを左にしておくと、ベーシック、いわゆるメジャーとマイナーぐらいが出てくるようになります。はい。次のパラメーターはメロディーでやりますので、 ここを一番を押しておきます。一番上のトラックを見ててください。このパラメーターは音符の細かさと思ってください。右に回すと音符が細かく表現されます。そして左に回すと長めの音符が並びやすくなります。 あまり数が出てこないですよね。ちょうど真ん中に戻しておきます。次はとっても重要なパラメーターです。クロマティックというのはゼロにしておくとスケールから外れることがないです。そして右に回すとスケール外の音も入ってきますのでジャズっぽい音楽を作るときなんかはいいでしょう。これもこのままでは分かりませんのでピアノロールで見てみます。 少しし縦軸を大ききくしておきます今見ていただいた通りこの辺ファラファソソドドこのように今キーが C のキーに設定していますので発見のところに全てがあります何度押してもそのようになります 発見のところにしか現れません。でもこのクロマティックを右に回しておくと黒剣にたくさん音符が入ってきますはいこここにも入ってきましたね。はい、このようになっていますがでたらめでもなく音楽的にいいような感じで黒剣が入ってくるようになっています。 これはゼロに戻しておきますその次はスケールとコードという風になっていますコードというのはアルペジオと同じように今与えられているコードですね例えば左から F メジャー、G メジャー、C メジャーそういう風になっていますがその各コード内で音符が収まるようになります 例えば一番初めは F メジャーですからファととラーとドままたファーこのように出てきます。いくら押しても今一番右にしてありますのでそういう組み合わせになっていますがこれを「スケール」というふうにすると今キーは C ですのでいわゆる経過音も出てきます。 このようにですね、ここを見ていただいたら分かりますように、ここが G なんですけれども、ソートもありますが、ラーの音もあります。ただし、例えばラーのシャープというようなところには出てきません。いわゆるクロマティックはゼロになっているからです。これも中間ぐらいに戻しておきます。その次からは、各コードの中でどのようにノートのフレーズが出てくるかということで、 右に回しておくとスマートということであまり大きな動きがないようになっています。まあ、ここ今ちょっと大きいですけれどももう一度「5」を押します、はい。このように全体的に流れるような感じになりますがこれをランダムにしておくとかなり動きが出てきます。 そしして、てこれはスマートに戻しておきます。その次のパラメーターは今度は各小説間ででの複雑さです。これで今スマートのまま押しておくとまあよく似た感じに一小節ずつを見ると初め低いところから始まって少し上がってとかいうような一つのパターンが周到されます。 でもこれを左の方に持っていくとこのように前は複雑後ろはあまり動きがないこのような形になることが多いです。ここも1小節目は動きがありまた最後のパラメーターはフィルインです。 隣に繋ぐようにフィルが入ってきたりします。まあ、ここで言えば、こういうようなところですね。二小節目の最後が、こういうふうになっています。これ、もっと多く上げます。まあ、癖として、そういうふうなところが出やすいというだけで。 必ず100%出てくるわけではありません。ちょっとベースでそれをやってみたいと思います。ベースをやるときはトラックの先頭の数字をするとこのようにベースが出ますが、今音符がなくなったように思いますが、それはベースですから低い領域にこのようにあるということです。これでフィルをたくさん入れるようにします。 はい、ベースなんかはこれが反映しやすい感じがします今案外上へ行ったり下へ行ったりすることが多いですのでこれを少し解消するためにはここで音符自身を少し少なめにしますはいこうすると長い音符が出てきたり えー、飛び飛びの音符が出てきたりしやすくなっていきますそしてこの小節間の動きも少なめにしてそして全体の動きも少なくしますベースの場合はこういうのがいいかもわかりませんそしてまあフィルムをこのぐらいにしておきますまあ、典型的なのがこんな感じですね そう言いましたがまだ完全に自分の思うようにもなっていませんそれはパラメーターがあと2つタブがあるからですここでそのパターンなどを特に調整していくことができます2つ目のパッドベロシティというタブメニューのところですそしてここを左の方に持っていくとあまり複雑になりにくくなります そしてこの音符のレングスというのもできましてレングスをちょっと長めにしますここまで行くとだいたい長めのレングスが出てきやすくなりますそしてここはパターンというかモチーフというかがリピートがしやすくなるかそうでないかということですこれを左の方にやっていくとリピート的には動かなくこれを右の方にいっぱい振っておくと こういうふうになりますので、まあ、この辺のパラメータは必ずそうかと言われると僕もやってみていてたら人工知能がかなり動きのあるようにする場合もあります。このバリエーションというのもそこらと同じような働きになります。バリエーションを多くするとバリエーションがより作られやすくなります。左に回すと バリエーションが少なくなります。マニュアルを読んでみると、繰り返し回数というのは、値が低いと、その繰り返しの数が少なくなり、値が高いほど、より多くの繰り返しを生成する、という風うになっています。次は、ベロシティのところに行きます。ですから、画面下の方を見てください。ここで、 ランダマイズがノーになっていますので今はいくら押そうと一定のベロシティの高さにこのようになっています。でもこれをイエスにすると押すたびにこのように山が変化します。これを右に振っておくとものすごく高低差が出ます。 左にするとスモールになります。これぐらいだったらわからないぐらいですが、まあでもこのようにランダム化されます。そして最後のランドハーモニーというのは、ハーモニー間でのボリューム、例えばここでは今あまり重なっていませんが、パッドで見てみます。パッドですからこのように和音で表現されているところがありますが、ここでこの音の、 高高ささと次に重ねているものの高さこのベロシティの大きさが変わるか変わらないかです。例えばここで5を押しますとこのように一定ですがこれを右に回しておくと各和音音のの構成音ごとのベロシティが変わります例えば高い音はちょっと小さく低い音は大きくというような形になりまして今、 こう見てたらさほどわからないですけれども、ピアノでもちょっと試してみます。はい。ここです。ここを見てください。この下側の音符と上側の音符でベロシティが変わっています。こういうことです。これの出現率が多くなるということになります。最後のタブメニューを見てみます。ここでは、アッドというのは、 ハーーーモニーの出現パターンがいいいろろできると,いうことですアッドをするとより選択肢のパターンが多く出てくるようになりますそして次ですけれども特にこのパッドなんかで見るとよくわかるんですがここでハーモニーを多くというふうにしておくと重なる音符が多くなりますもっと多くしますはい 和音になる確率が多くなってそして重なるボイシングが多くなるということですこれなんかが一番わかりやすい例ですねそしてそのバリエーションですどういう風に重なるかということですがこれを左の方に持っていくと案外先頭から同じようにとかいう風になりやすいんですがこちらに持っていくとその 重なるやり方が複雑になります次はタイムの方に行きますタイムはここでヒューマナイズ度をかけるかそれのオフセットはどうかもしくはハーモニー感のシンクロですねそれがどのようにかというふうになるんですがここでは音符を見てわかるほどの差は出てきませんここは皆さんで色々試してみてくださいそして最後のストラムというセクションです そこではストラムのアッドも多いめにしまして、レングスの方がショートからロングにあえて大きく変えます。アーキュレーションの方もさらに大きくしておきます。するとどうなるでしょうかはい、これでよくわかりますね。この下側の音符自身は前に突っ込んでいます。ここもそうですね。このように、いわゆるギターでストロークしたように、このズレが だんだん低い方から高い方へとかそれもランダムな場合があるんですけれども演奏のズレが左のタイムともよく似ていますがこのようにずらして表現ができるようになっていますもう少しプラスキーを押して大きくして見てみましょうはいこうするとはっきり分かりますねこのように画面下にある3つのメニュータブをご紹介しました その上にオプションというのがあります一番上はこのいろんなパラメーターを各トラック間で同じように設定するときはここにこのようにチェックを入れておくと全てが統一化されますそしてその次がコントローラーをリセットしたりします次がコードを反転するという風になっていますが このコードの反転というのは現時点では反転するということには違いがないんですけれども僕の方でも細かく検証ができていませんそしてこちらの方はコードにベースコードが入るようにセッティングができてこれもチェックが入ったらそういうふうになりますこれで画面下のパラメーターを全て見ていったわけですけれども現時点で僕が少し 気になっているところなんかは特にメロディーの場合音符が水色でそして後ろも少しダークな水色になっていますこれがちょっと見にくかったりします、えー、このようにここまで大きくすると案外わかりやすいんですが小さめにするとここで何か音が混ざったようにもなりますし後ろには他のトラックがグレーアウトしたような形で色が出ています これも出ないようにしたり出るようにしたりというのが変えられると便利ですしそして各トラックのカラーというのをもっと自分でカスタマイズできるようになったらいいなということで開発元の WA プロダクションの方にもメールをしています。今分かっているもう一つのバグを紹介します後半のところに何も音符がないようになっていますね。 そしたらここでそれをドラッグするとこのように1小節に何もががないと、リージョンの長さが変わって出て出きます。これはやはりこのように揃ってる方が複製をしたりする時にもいいんではないかということでメーカーの方には伝えています。 3回にわたっていろんな角度で解説をしてきましたがこれが最後になりますまだ説明しきれてないようなところ例えばメニューなんかですけれどもこれはほとんどがプリセットの保存であったりそういうところがほとんどですのでまたこの辺のところはマニュアルなどを参照してみてくださいそれでは最後にミ d i のドラッグドロップをした その音源で再生ししてみましょうこういう時はどういう風にするかというと本来はこの5つに音源を割り当てるというのが、まあ、最終仕上げとしては必要かも分かりませんが手っ取り早くこう様子を見るのには例えばメロディーこのメロディーはこのようにピアノのトラックに上げそしてベースはベースのトラックに上げます。 そしてあと残りのサンプルタンクに割り当ててあるものはここでインスペクターをこのように表示してこう割り付けてあります例えば一番上はインはもうなしですアウトをこのようにサンプルタンクを選んでそしてチャンネル1に設定しています次は同じくサンプルタンクのチャンネル2そしてこれがチャンネル3です サンプルタンク自身はどうなってるかと言いましたらサンプルタンクのトラックはこのように123に割り付けられていますこういう感じですねまあこの4もいらないのでミュートしておきますはいこちらのルーティングはこんな風になっていますが今はこれには何の関係もありませんそれでは流してみましょう こんな感じですしもしこれで飽き足らないときはこれを見回りさせてしまいますそしてメロディーだけをもう一度作ってみましょうそういうときはあまり変えすぎると曲としてのバランスが取れませんのでここでオルタネートを選んで少しだけ変えてみるという風にしましてそしてドラッグドロップします 三つ目もやります。三つ目はこれがいいかどうかは別としまして。思いっきり変えてみます。はい、ベース忘れてました。コード進行は一緒なので、これでもちゃんと合うはずです。 感じです。今日はご静聴ありがとうございましたインスタコンポーダーは本当に作曲の指南ツールとして素晴らしいソフトに仕上がったと思い僕も力を入れて3つ連続で動画を作ってみましたたくさんのご視聴いただいております本当にありがとうございますこれからも面白いソフトがあったらどんどん紹介していきたいと思います村長でした